どうもタブヤンです。今度のミッションは防御に徹せよ、1点リードしている状態での後半スタートで無失点、1点でも取られれば終わりというねことですね。やっていきましょう。さあフォーメーション変えましたよ。 4-5-1、 いわゆる 4-2-3-1 ですね。最近2016年流行りのね。前半はだいぶ引いていたところでのボール回しを基本に戦ったんで、ワントップにバレーですね。さあこれ中盤が熱いからね。ディフェンス、さあマグナウベスに変えて明神入れました。ディフェンスできるでしょ明神。そして倉田がトップ下、いいねこれディフェンス、いいね。あーオッケー、バレーがポストプレーで遠藤がキープ、そして右サイドから上がるみたいな感じで。この選手はスタミナがあります。よしよしよし、後半を守りきればミッション上がる、勝てるというね。これ私向きですよどっちかというと私向き。お、ファウルじゃないのか今。よし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 、バレーシュート、いいディフェンスを見せます。あ、シュートで終わりたい。いい力のフリーキックだったんですが、ここはよーし、ナイスカット、ナイスカットですよ。どうする逆サイド、おー、ファールでしょ今。ファールじゃないの、今よろしいでしょうか。どうぞダバディさん、ホーム側ですけど。よし、ナイスカット。あー、もったいない。選手がいますね。はい、ベンチが慌ただしくなっている情報が入りました。ちょっとみんな遅らせろ、戻ってこい。みんな中央上がっていきます。オッケー、プラタバレーが、ナイスディフェンス。渡さない。さあバレーが一人で、そしてちょっと雨だから辛いね。おお、キープできない。後ろ右に送ります。いいよ、ディフェンスいいよ。ガンバ、この辺から少し前線で止められる回数が増えています。よし、ナイスカット。そこまで持っていく回数は多いということもありますね。バレーのこの一発勝負。どうするかでしょうね。ダメか。よし、ディフェンス重視、ディフェンス重視。後ろからチェック。やばい。行かせるな。おお、怖い。うわー、かわされた。かわされた。じゃあクリアクリアクリア。クリア。おお。ガンバとしてはこれでいいと思いますよ。ディフェンス、これでいいよね、ディフェンス。プレッシャーをかけます。あー、もう一回ナイスカット。あー、ファール。ここでファールです。不用意なファールは良くないよ。厳しいんですからね。エンド主審に呼ばれます。フリーキック、やばいよこれ。フリーキック、いいボールを放り込む。クリア。あー、ナイスカット。指示くれ。ここは精一杯クリアします。いや、足が重い、なんかみんなきついですよね。よし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 、落ち着こう、ここは中澤、落ち着こう。逆サイド、ディフェンスラインで回します。うん、そうだね。安田、ここに繋いで、で倉田がトップ下。北澤さん、後半も逆サイドに回して、はい、遠藤だねここ。後半に入ってマークされてる。ちょっとコースがない、コースがない。そのあたりどう思われますか。よし、遠藤、あまり守りバレーにスルーパス、ね、もう一回ワンツー。ああ、早すぎた。本では油断できないんですよね。取れた、これのシュート。おお、ファールじゃないの。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。指示くれの高さ。よし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 、後半30分を回ろうというところ。よーし、ナイスキープ。橋本、ナイスキープ。アリークロス上げとこう。バレートラップできる。おっちょ、ナイストラップナイストラップ。カジが、でも誰もいない、誰もいない、一人だけいる明神。おお、点数取らなくていいんだよこのミッション右に出してディフェンス、ディフェンス果敢に奪いに。よし、もう一回。あー、やばいやばいやばい、このパターンやばい。右に回して、一回下げよう、一回下げよう、一回下げよう。よし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 、33分、長いな。まだか。で回しています。一回当てといて戻して、下げて、ここ走って、橋本も走る。追いつけない、相手は追いつけない。橋本一回戻して、壁を使います。あー、家長トランプが、雨だからね、しょうがない。これ前からあんまり行かない方がいいんじゃないか。トラップできる、いいですね。おー、ナイストラップ。おー、致命的ミスか、安田。大事なところ。おー、かわされた。安田、責任持て。おー、嘘だろー、やめてくれー。
声でビビらせました。危なかったな今。何が起こるかわからないよ、アジアの戦い。いやサイドに流しておこう、まずね。よし、逆サイド、いない、うー、取れた。ファウルでもいいから潰せ。よし、プレスプレスプレス、後ろからプレス、2人で囲め。あー、囲みきれない。おお、強いなこいつ。ここで待っている。クリア、クリア。いやー、クリアが小さい。ここは戻ったディフェンス陣にしっかりと守られた。よーし、やりました、一発クリア。試合終了です。やっぱディフェンスだけやれと言えればね、できるんですけどね。ミッション突破です。ありがとう。いやー、よかった、無失点、地味。よかったですね。さあ、次回どんな攻撃のバリエーションをつけろ。次回ね、セラさん、もうよくわからないチームばかったけどね、相手チームは自分たちの戦い、クリア条件2人以上で得点、なるほどね、それがバリエーションということか。まあ1点点数入れたやつを交代さらせればいいんじゃないかな。大人の対応ですよ。次回ミッション7お楽しみに。さよなら。